堀内営業所。最寄りバス停は堀内。京浜急行バス堀内営業所は、神奈川県横須賀市三春町にある京浜急行バスの営業所。主に横須賀線横須賀駅を発着する路線の一部と、京急本線堀之内駅を発着する路線を所管する。営業所記号は B。堀内営業所管内の運賃は対キロ運賃制であるが、次の区間ではワンコイン運賃のサービスを実施している。ただし、現金での支払いに限る。路線は横須賀市北部の国道16号線沿線に集中しており、中でも系統数が多いのが横須賀駅から東の堀内、観音崎方面である。観音崎線の一部はかつて湘南京急バスが独自に運行しており、他の路線、系統は京浜急行バスからの委託を受けて運行していた。いずれも2018年4月1日の京浜急行バスグループの会社再編に伴い、京浜急行バスの直営路線となった。平成町循環線に使用されるハイブリッドバス平成町循環線は、横須賀駅から横須賀中央駅を経由し、平成町地区を循環して再び横須賀駅へと戻ってくる路線である。朝の時間帯の便は往路のみ市役所前を経由する。もともと市役所から聖徳寺坂下方面へは市内循環線が運行されていたが、2000年4月3日の改編で同路線が廃止されると、代替路線として横須賀駅市役所前安浦2丁目市役所前、横須賀駅の安浦循環線が運行を開始した。その安浦循環線が2001年10月1日より平成町地区まで延長され、現在の路線となった。この時、朝の4便を残して、横須賀中央駅経由に変更され、市役所前を通る便は激減した。観音崎線は、橋戸、観音崎方面と防衛大学校方面に分かれる。共通区間である横須賀駅馬堀中学間は、両社合わせ12分ヘッドで運行し、その先は、観音崎方面に運行する便の比率が高く、休日はさらに高まる。観音崎自然博物館行きは休日のみの運行で、本数は大変少ない。2002年10月1日より、日中のす27系統をなくし、代わりに堀内バス停において乗務員交代を実施している。観音崎線のルーツは1897年に、石川宇之助らが開業した横須賀浦賀間、乗り合い馬車にあると言える。多度浦賀芝生間の運行で、石川馬車と呼ばれていた。1913年になると、浦賀横須賀間自動車会社により乗り合い自動車の運行が開始される。しかし当初のそれは5から6人乗りで、乗客のいない時は運休し、また乗客の申し出によっては路線外へも運行していたようである。運賃も馬車が多度浦賀間13銭に対して同48銭と高額に設定されていた。大正時代後期になると、バス事業も盛んになり、多数のバス会社が設立された。中でも当時の横須賀浦賀間は重要幹線であったため、1922年11月1日に太平自動車が、同年に石川自動車が、さらに1924年には横須賀自動車商会が、それぞれ運行を開始している。大正末期から昭和初期にかけて、乱立するバス事業者を統合すべく、横須賀自動車が設立され、横須賀駅浦賀間の路線もこれに統合された。1927年5月には宮田まで路線が延長され、同時期に石川馬車の営業権を買収し、同馬車を廃止している。また1930年発行の浦賀名所案内によると、馬堀海岸駅橋戸間及び、浦賀駅、鴨居間に、バスが運行されていたことが伺える。元受託運行系統観音崎線のうち、浦賀、鴨居方面を走る系統は、京浜急行バスからの委託を受けて運行していた。浦賀駅観音崎及び、鴨目団地間を運行する系統が、本数の大部分を占め、横須賀駅や堀内を発着する便は少ない。浦2、浦3は1989年に、久里浜営業所から移管された。なお、久里浜営業所担当時代から、現在の堀25にあたる観音崎始発の鴨居経由、堀内港が少数ながら設定されていた。久里浜営業所の車両は、浦賀駅構内のロータリーか現在の久里浜行バス停手前で降車扱いをしていたが、堀内営業所車両は現在と同じ場所まで走行したため、利用者からは不便がられた。現在も、その点は改善されていない。堀23は、始発より数便と、終バスまでの数便は営業所入出庫の都合で、堀内発着になる。大津線は、堀の内駅から、横須賀線木ヶ沢駅を結ぶ路線である。始発終発時間帯には、車庫のある、堀内発着の便が設定されている。京急本線金沢八景駅と宇和浜駅の、中間にある内川橋から国道16号を降り、JR 横須賀駅、京急横須賀中央駅を越えて、県立大学駅に近い安浦2丁目まで行く路線。全区間で京急本線と並走する。内川橋、瀬ヶ崎の両停留所は、横浜市金沢区にあり、堀内営業所の一般路線では、唯一の横浜市内乗り入れ系統となっている。この系統の源流は、戦前の横須賀自動車の時代にまで遡り、戦後の最盛期には現在宇和浜営業所に移管されている磯子線、杉田営業所の横浜線と合わさって横浜駅まで行く長距離路線だった。また、現在横浜線、磯子線となっている区間では、横浜市営バスへの運行委託や2社局、共同運行も行われたが、宇和浜駅以南の横須賀市内は大東急時代から、民営単独で維持されている。2006年に地域から上がった運行要望を受け、2009年に運行を開始した路線。8時台から11時台、13時台から16時台のみ、1時間に2から3本運転される。横須賀中央駅から新港埠頭を循環する一方向の路線で、2013年3月15日より運行を開始した。当路線開設に伴い、神奈川歯科大学附属病院、三笠公園、ポートマーケット前の各停留所が新設された。1時間に1本程度の運行である。2017年4月から横須賀駅発着に変更。リビン横須賀、シャトルバス、堀之内駅リビン横須賀、店馬堀海岸駅リビン横須賀店で全員降りなくてはならないため、堀の内駅から、馬堀海岸駅を通して乗ることはできない。2021年3月5日、系統整理により廃止。衣笠線は、久里浜駅、堀之内駅から横須賀線衣笠駅を結ぶ路線である。久里浜駅から国道134号、県道27号を走り、全線が横須賀線と並行している。衣笠線は1955年に運行を開始しているが、衣笠と久里浜を結ぶ路線は戦前にも存在した。すなわち、京浜急行バスの前身である湘南電気鉄道のバス分門が、放蕩から大津を経て、久里浜新田へ至る路線を1937年3月に申請し、1939年10月に免許を得ている。さらに道路を改修して、翌1940年2月21日に営業を開始した。この時の担当は衣笠営業所であった。しかし、戦争によるガソリン消費規制や道路改修の影響で、1941年2月、開業後1年にして運行休止となった。なお、当時起点であった方道は、県道27号の旧道と道26号の旧道が交差するところであるが、途中経由地や終点の久里浜新田の場所は不明である。京急バスでは、新橋駅から神奈川県へのシニア急行バスが2路線存在したが、このうち逗子駅への便を当営業所が担当した。新橋駅、品川駅で乗車扱いの後、大船駅までは無停車で運行し、その後鎌倉営業所の大船線、名越線の一部停留所に停車した。2007年2月16日付で、鎌倉駅打ち切りだったものを逗子駅まで延長し、同時に鎌倉営業所から当営業所へ一貫された。湘南京急バス時代は独自に路線免許を取り、NB 表記者が充当されていた。新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴い、京急沿線住民の生活スタイルが激変したため、2020年4月7日より運休となり、そのまま6月30日限りで廃止された。2代目イスズエルが日のブルーリボン通過。この車両大型車、中型車、小型車の全サイズが在籍している。かつては久里浜営業所や三崎営業所同様、日野社の牙城であった。現在も日野社が在籍するが、イスズエルガの割合が高くなり、日野社もブルーリボン2が導入されるようになったため、一般路線用はすべて J バス製の車体の車両となっている。大型車主体でワンステップバスが多いが、横須賀市からの助成金により、ノンステップバスが20台程度在籍している。また、日産ディーゼル製スタンダードデッカーの深夜、急行バス用車両が1台在籍している。検査等により使用できない場合は、他の営業所の空港リムジン車を借り入れて運行することがある。当営業所は自社運行路線と基本的に車両運用も NB 表記車と B 表記車で分けられていた。ありがとうございます。